の賢作さんね。翔一か。うん。生きてるんだ俺。何言ってんの。当たり前でしょ。そっか。初めてだ。救急車乗るの。ちょっと嬉しいな。ちょっと頼むよ、賢作さん。ゆきこさん。いいからお願い。ね、お願い。今日どうしても行きたいの。あなたと行きたいの。ね。でも。失礼します。あ、何やってるんですか。見ればわかるでしょ、出かけるの。2人で開き直ってんですか。ダメですよ絶対。あれちゃん、私にそんなこと言っていいのかな。私ほらこの病院長いじゃない。いやでもいろんなこと知っちゃうんだよね。あなたのこともいろいろね。でも私口堅いから人に喋ったりしないんだけど。何ですか。今あなたが思ったこと、あのこと。じゃあね、ほら行くよ。はいはい。あのことってどれ、何のことなの。何知ってんの。何も知らないわよ。え行こう。ここが、うん、そう。へえ。ん？美希子さんが働いてるとこ想像してみた。どうだった？素敵だったよ。ありがとこれ。うん。あ、はるみちゃんにも買ってってやろうかね。ね。ちょっと賢作さん、ダメだって。うるせえな、いいんだよ。まあ一応頭打ってんだからさ、一晩様子見ようって言ってんだからさね。いやーなこった。俺はね、帰るの。そんなに泊まりたかったらお前が泊まりゃいいんだよ。ちょっと、何わけわかんないこと言ってんの。ちょっとダメだってばさ。もう常識でしょ。お前に常識とか言われたかないね。なんだそれ。一瞬さ、翔一。はい。
死ぬかと思ったよ。意識がこうスーッと抜けていく感じがしてさ、死ぬのかなと思った。そう、おっかねえもんだな、やっぱ死ぬってのはさ。怖いだろうな、お前の病院の彼女。死ぬって、もうすぐ死ぬって分かってたりしたらさ、おっかねえだろうな。すっげえ俺後悔したんだ。後悔？ああ、このまま死ぬのかなってそう思ったら、いや死んでも死にきれねえって思った。俺な、結婚してたんだよいい女房でさ、よく働くし綺麗だし、俺もむちゃくちゃ惚れてたんだよ。俺なんかでいいのかなってずっと思ってた。へえ幸せだったんだ俺。それがな、ある日女房に、今私浮気してきたのって言われちまってよ。驚いたよ。もう目の前真っ暗になっちまってさ、やっぱ俺じゃダメだったのかな、俺じゃない男を選んだのか、その方が幸せだったのかな。それにさ、自分のことを責めてる女房を見たくないし、見たくないし、それから毎日あいつが辛い思いっていうか、俺に悪いことした負い目みたいなものを、そんなもの感じながら生きてってほしくなかった。俺もさ、それに耐える自信なかったから。それで俺は逃げ出したんだよ、嘘ついて。嘘？ああ。俺なんかずっと前から浮気してたで、だから悪いのは俺の方だよって。その嘘がバレたくないもんだから、店のお姉ちゃん連れて家出たんだよ。それっきりだよ。それっきり。でもさ、あいつの言ったこと嘘だったんじゃねえかな。あいつも浮気したってのは嘘だったんじゃねえか。いつもヘラヘラしてた俺を怒らせたかっただけなんじゃねえかって。これでもう死ぬのかなって、救急車のサイレン聞きながら、嘘かもしれねえってそう思っちゃった。嘘だったんじゃないかなって。旦那さんの浮気？圭作の優しさだったんじゃないかなって。ほら、前に話した私の失敗を隠すためにコーヒーぶちまけたみたいな、そうだったんじゃないのかな。浮気したって言ってる私を楽にするために、俺の方がもっと悪いんだって、そんな嘘だったんじゃないのかな。原作が出てって一人になってそう思うようになったの。なんで引き止めなかったんだろう。なんで嘘だと思わなかったんだろう。そもそも私はなんで嘘をついちゃったんだろうって、すごく後悔した。二人で嘘ついてたんだ。嘘をつく方も気づかない方も
バカだよね。それっきりなんてさ、バカ。バカよね。見てくれるといいですね。張り紙。生きてるうちにね。またそういう。いい加減にしてくださいよ。なんだよ。マジで怒るよ、俺。仕事なんかしたら、ね。嫌だよ、怒んなよ。じゃあ帰んなさいよ。分かったよ。はい、はい。なんだその手は。犬じゃねえんだからな。死ぬかねえよ。なんだお前ら、覚えてろよ。いつかの賭け覚えてる？賭けじゃなかった、勝負だっけ。どっちが先にこの世から消えていなくなるか勝負しようかって。え？私の負けかもね。There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall.ごちそうさま。はい。今日も病院行くの？うん、行くよ。なんか楽しそうだね。お父さんに会いに行くわけじゃないからね。いつも言うけど、お友達に会いに行く。お友達なの？あの人。うん、そうだよ。悦子さんね。あの人友達なの？敵じゃなかった？うん。ねえ、すぐる、あなたもあるでしょ、ほら、クラスであんまり仲良くなかったこと、本気で喧嘩したらその後親友になっちゃったみたいなこと。ないよそんなの。ほら寂しい。あるのよそういうことって。ねえすぐる、綺麗だと思わない？悦子さん。さあ、まあお母さんほどじゃないけどね。わけわかんないし。すぐる、待ちなさい。グルお母さんの方が綺麗よね。ね、そこね、大事なとこなんだ、お母さん。ね、悦子さんも綺麗だけど、お母さんの方が綺麗よね。わかんない。あら、おはよう、いとこの翔ちゃん。おはよう。遅いじゃない。うん、あ、寮でさ、同じ部屋の人がさ、ちょっと怪我しちゃってね。え、大丈夫なの？うん、もう大丈夫。はい。
よっちゃん。翔ちゃん。どうしたの？急に具合悪くなって、美希子さん。先生、脈拍100です。酸素を5リットル流して。はい。集中治療室へ運んで。はい。すいません、ストレッチャーの準備、式をお願いします。いや、ここにいるの。え？辻さん。行かない。ここで死ぬのは私。ここで死ぬ。他には。いや。だって。ここなんだもん。ずっと。ここに。いたんだもん、私。みたいなんだ。だからここで死にたい。死ぬなんて言わないでください。ありがとう、りえちゃん。でもね、わかるの。つこちゃん、つこちゃん、いいよね。お願い、見てほしいの、あなたには。私の家族みたいな。あなたたちもねえ、ここにいて賑やかな方がいいの。寂しがり屋なの、私本当は。お願いしますね。ねえ、二人とも。ねえ。みんな。いい？私みたいに。後悔しないようにね。
救急カートを急いで。はい、救急カート大至急お願いします。ミキコさんの旦那さん、お互い愛し合ってるのに別れたまんまなの。どうしたの秀一。警察、えっちゃん、ん、ちゃんと教えて、その人のこと。ありがとうございました。また来てくださいね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、二人大変ですよね。まあ大変って言ったら、まあ、始めたばっかりなんで、ね、大変なんですけど、はい、まあ、こいつが頑張ってくれてるんで。力合わせて頑張ってるところです。感謝してるのでちょっと警察さん、なんなのこの人の行列は。いや、開店だからさ、サービスするからってとりあえず駅前にいたの集めてきたよ。景気がいい方がいいかなと思ってさ。もうバカなんだか、パチンコ屋のオープンじゃないんだから、美容室なんだからね。だいたいあの人ハゲてて髪の毛全然ないじゃない。本当だね、なんとかしてよできないよ。酸素濃度8リットルに上げて。じゃあマスクに変更しますか。変えて。わかりました。つこさん、座ってよ、座ってよ。
なんだよこれ。なんなんだよ。鍵を置き残してきた。やだやだよ、美希子さん、やだ、一人にしないでよ、私を一人にしないでよ。警察さん、何なんだよこれ。どうなってんだ美希子。俺だよ美希子、俺。何やってんだあんた、俺の患者に何やってんだよ。平作さん話せか。予想よ、こんなの。なあ美希子、これじゃ俺、なあ美希子、俺だよ、俺だよ。お帰り。ただいま。遅いよ。
めん。警察さん、うん、すいませんでしたね。俺が気づいてればね、もっと早く。何言ってんだ、仕方ねえよ。俺だってさ、こんなに近くにいるなんて夢にも思わなかったしさ。待ってて。え、待っててくれたんだろうな、俺のこと。あんな死に方しやがってよ、ちっくしょう。一生惚れたまんまじゃねえか、これじゃ。ずるいよな。いろいろありがとうな、翔一。いいよ。あ、お前のかみさんだ、一番世話になったの。葬式の時とかさ。ほんと、いろいろ世話になった。何から何までやってもらって。うん、いいよ。お前には何にもやってもらってねえけどな。うん、分かったよ。な、翔ちゃん。分かったって。大丈夫？私？うん。会えてよかったね、美希子さんと圭作さん。うん、よかった、私たちの協定。私が二人が夫婦だって知ってるってことを気づいてない？うん、気づいてないと思うけど。本当？なんか楽しいよね、そういうのってね。うん、あのね、私どっちかっていうと鼻あんまり高くないでしょ。う
そう、うん、そうなの、うん、それでね、中学校の時あれは何だったんだろう、両手に大事な荷物を持って、それで石につまずいて転んじゃったの、思いっきり。うん。そしたらね、両手に荷物を持ってるじゃない、普通こう転ぶ時はこういう風に手をつくと思うんだけど、あ、そうだ、その荷物は家庭科の時に作った、なんか自分でもすごいよくできて大切にしてたの、だからなんか汚れるの嫌だったのね。あ、それはいいんだ、いいんだ。で、あの、だからね、こう手をつかないで倒れて顔思いっきりぶつけて、でもね、でも笑わないでね、そろそろ消灯だね。ん？ああ大丈夫？うん、全然平気。今日もありがとう。うん、何言ってんだ。よし、うん、じゃあ明日ね。うん、うん、バイバイ、バイバイ。もしもし。あ、もしもし、俺だけど。ごめんね、仕事中。あのさ、悦子のことなんだけど、あいつさ、なんかやっぱりちょっと変じゃない？そう思わなかった？うん、そうなの。私もそれが気になって今寮に電話しようかと思ってたの。なんかすごく無理してるよ、あの人。うん、張り詰めてる。危なっかしい。怖い。うん、やっぱりそうだよね。答えてるよね、きっと。だから気をつけてあげてね。うん、分かった。ありがとね、京子。うん、うん、はい、じゃあね。京子さん、今のって例の病気の人のことですよね？そうよ。の心配を京子さんがしてるんですか？そうよ。悪い？いや、悪くないですけど。わかんないな。分かってたまるかっていうの。え？男と女は深いんですよね。名前切ってんじゃないの。すいません。
っちが先にこの世界から消えていなくなるんだろうね。私の負けかもね。死ぬんだ私。じゃあお疲れ様でした。